そうよね。これは趣里に向けられたものなんだから、私が気になるのも当然なのよ。だって弟のことなんだから。そうよね。うんうん。あかりさま？そうよ。私は姉、趣里は弟。だからこんなに気になってモヤモヤしてたのね。え？あ、何かしら。別に何でもないわ。気にしないでいいから。おはよう、金本くん。隠しちゃってもう、そりゃこっちのセリフだよ。告白されたんしょ？長曽根くんから聞いたよ。もうキスしました？それともそれ以上のことまで？それじゃ相手は巨乳？非乳？どっち？いや、相手の見た目のことならそんなに踏み込んでないかなって。いや、やっぱりデザイナーの卵としては一番気になる部分なんだよね。告白ってどんな感じでされたんですか？恋文を渡されたってのは聞いてるんだけど。無理。なんだか知らないけど彼はあそこで飲んだくれてるから。てんてばら女はなんだ。俺にはお嬢がこてつ、教室で叫ぶとうるさい。お嬢あれ？ただの清涼飲料水だよ。ほら、彼の実家の。ただの清涼飲料水であんなにおうだなんて、よっぽど辛いことがあったんだろうね。そう、恋だ。あれは恋する乙女の反応で間違いない。しかも恋した相手は俺。笑えよ金本。でもそれなら金本くんのは辛い思い出じゃないよね。というわけで吐いちゃいなって。意外と正論で返された。そりゃ確かにそうかも。いやごめん、おいちゃん、ちょっと調子に乗りすぎたね。相手の気持ちを踏みにじるようなこと、ごめんなさい。でもせめて相手が巨乳か貧乳かだけは教えてくれんかね。でもそのちょいちょい。でも本当にどうするんですか？先輩、付き合っちゃうんですか？そっか。いえ、ただもし付き合うとしたら僕とは遊んでくれなくなるのかなって。じゃあ今まで通り一緒ですか？そっか、よかった。シュリくん、今はまだ言えないことは理解してるけど、いつかは紹介してくれるのかな？ならいっか、今日のところは諦めよう。どうせ俺はピエロさ。笑えよ。はははは。こてつうるさい。やあ、お待ちしてました、たくみさん。ええ、よくなりました。この調子でリハビリを早く始めたいですね。バカなこと言わないで。今ここで無茶したら入院が長引くかもしれないでしょ。そうですよ、お医者様の言うことをちゃんとお聞きください。ええ、そうですね。それで今日はどうされたんですか？何か相談があるとか。これはラブレターですか？あれ、しかも僕。どうでしょう、病弱な部分しか見せてなかったのにモテる要素はないと思うんですが。いえ、存じ上げませんね。同じクラスでもないようですし。まだちょっと信じられませんけど。なるほど。付き合うの？シュリ。そうですね。この手紙の返事はたくみさんにお任せします。ですから、たくみさんがこの方に返事をしてあげてください。そうですか？僕は別に変だと思いません。相手のことを考えるなら、たくみさんが返事をすべきです。え？それって一体どういうことでしょうか？この手紙を読んでもらえば、僕の言いたいことが分かってもらえると思います。それはありえませんよ。だって僕はずっとここに入院していたんですから。友達との楽しそうな表情とありますけど、寂しいことに僕は友達を作れるほど学院に通っていません。かろうじて話せるのは三条さんぐらいです。手紙にはいろんな表情が魅力的とあります。その魅力的な表情をしているのは僕じゃなく匠さんです。その時はその時に考えます。その方の好きな人は匠さんですから。だから、匠さんが決めてください。もし付き合うとなれば、僕は応援しますよ。手紙にはいろんな表情が魅力的とあります。その魅力的な表情をしているのは僕じゃなく匠さんです。その時はその時に考えます。その方の好きな人は匠さんですから。気になってきた。やっぱり男の子としては嬉しいのかしら。女の子に告白されて嫌な気はしないわよね。それにすごく可愛らしい人だったし。何なの？どうして私がモヤモヤして向こうはニヤニヤするの？納得いかない。そもそも私がこんな気持ちになる理由なんてないのに。もう気にするのはやめよう。どうかした？何が？どうして私に相談するのかしら？自慢？好きにすればいいんじゃない？シュリだってそう言ったでしょ。なら断れば？どうすればって。だからどうして私に聞くの？そうよね。私の方が経験者だものね。そういうことなら相談に乗ってあげるわ。そうね。まず傷つけずに断るのは無理なんじゃないかしら。だから下手な希望を残さない方がいいと思うわ。大丈夫？問い詰められてもごまかしきれる？本当に？心配だわ。心配だから練習でもしておいたら？付き合ってあげるわよ。うん、わかった。それじゃ私をあの子だと思って断ってみて。手紙読んでいただけましたか？手紙にもしたためましたが、私あなたのことが好きなんです。ですからお返事を聞かせていただけないでしょうか？私とお付き合いをしていただけませんか？ってちょっと OK してどうするのよ！まったくこれじゃ私がバカみたいじゃない。今度はちゃんとしてよ。私あなたのことをお慕いしております。ですからお付き合いをしていただけませんか？大丈夫。今の感じならちゃんと断れると思う。え？あ、ちょっと待って。さっきのやっぱり何でもない。気にしないで。おやすみ。好きな人いるの？というよりそれが普通なのよね。そうよね。ああ、もう私が気にしても仕方ないじゃない。あの人は弟と似てるだけの人だから、私には何の関係もないのよ。今日はもう寝ちゃおう。残念です。謝らないでください。仕方のないことです。金本君に好きなお方がいらっしゃるかもしれないのは承知の上でしたから。正直におっしゃっていただきありがとうございます。最後に一つだけ教えていただけませんか？その金本くんが好きなお方はどのようなお方なのでしょうか？あ、いえ、別にお名前などをお聞きしたいわけではなく、雰囲気などを。いえ、申し訳ありません。未練がましいですね。お忘れください。今の質問はありがとうございました。それでは失礼いたします。あれも気づいてたの。にゃはは、ごめんなさい、つい。私としてはそのこういうことはしたくなかったんだが。何が気に入らねえんだよ。あんな可愛い人を振るなんて。姉として弟のことが心配だっただけなんだからね。それだけなんだからね。メイドとしてあかりさまに付き従うのはお仕事ですので。だから姉の義務というか、弟を心配しただけよ。違うよ、勘違いしてるっしょ。ちょっと通りがかったから見ちゃっただけ。そう、通りがかっただけなんですってば。ふにゃ、怖い。金本くんがまれに見ない怖さだよ、まことちゃん。これは意外な威圧感。とにかくごめんなさい。ごめんなさい。すまない、こんなことをしてしまって。すみません、シュリ様。ごめんなさい。ただやっぱりその気になったから。俺はいいじゃないか。あんな道化を演じたんだから、これぐらいのことをしたって。分かってる。ここで見たことは口にしない。他言はしません。胸の奥にしっかりしまっておきます。それぐらいの常識はあるさ。それじゃあ、あかりさま、私も教室に戻らせていただきますね。あかりさま。ねえ、セナ、あの後なんて言ったと思う？あの後ですか？どの後でしょう？だからさっき彼が説明しようとしてたじゃない。その好きな人のこと。おっしゃってましたね。途中で止まってしまいましたが。だからあの後一体どんな人を言うつもりだったのかなって。確かに気になりますね、藤島さんの好きな人。いても不思議はないと思いますが。そうよね。ごめん、変なことを言って。私も教室に戻るわ。あかり様。ああ、もう中途半端な言い方するから。どうぞ。おはよう。何が？早く起きたというか、眠れなかったというか。あなたのせいでしょうか。別に何でもない。話を？それじゃあ、あのね、あなたの好きの。やっぱり何でもない。いいから気にしないで。はあ。分かってるわよ。寝不足ですか、あかり様。ちょっとあまり眠れなかったの。大丈夫ですか？念のために学院はお休みした方がいいのでは？平気、心配しないで。少し眠気があるだけだから、もし辛くなったらその時は正直に言うわ。約束ですよ。うん、分かってる。あ、いけない。それではあかり様、失礼しますね。藤島さんも着替え終わったんですね。よかった、私のせいでお待たせしなくて。頑張って急いでいますから。どうかされました？ございます。お恥ずかしい姿を見せてしまいまして。別に何でもない。お待たせいたしました、あかり様。あかり様、ネクタイが歪んでますよ。うるさいわね。行くわよ、セナ。え、はい。おはよう、金本くん。お姉さんも月山さんも。おはようございます。おはよう。おはようございます。はい、授業頑張ってください。うん。それはその…でもまずは口で言ってくれてもいいじゃない。ブー、まるで僕を動物みたいに言って。それ、褒めてる？ひどい！ひどいです！何言ってるんですか？ここの昼食は無料なのに。いいえ、別に何でもないわ。それじゃあね。おにゃ、一体何だったんでしょうね。